アウレリア B10 ベルリーナ1951年アウレリア GT1951 年はアウレリア GT1957 年 B24 コンバーチブル1958年アウレリアはイタリアの自動車メーカーランチアが1950年から1958年まで生産した中型乗用車である設計者は第二次世界大戦前に アルファロメオで活躍した天才的な自動車技術者、ビットリオヤーノで、それまで戦前の名車、アプリリアを継続生産していたランチアとしては、初の戦後型新型車であった。また、2度アクッペモデルには、グランツーリスモを略した GT というモデル名が、量産車として世界で初めて付けられ、その後数多く出現する GT カーのパイオニア的存在となった。 アウレリアは世界初の V6 エンジン搭載車として知られる。この60度 V6 エンジンはヤーノの部下デバージリオの設計になるもので、シリンダーバンクの間に1本のカムシャフトを備えたプッシュロッド型で半球形燃焼室を備えていた。当初の排気量は 1800cc であったが、最終型では 2500cc まで拡大された。もう一つの特色はリアアクスルで、 ギアボックスクラッチでファレンシャルが一体化したトランスアクスルを採用していた。ブレーキはドラムブレーキのままであったがインボードにマウントされバネした重量を軽減していた。フロントサスペンションは1920年代のラムダ以来のスライディングピラー方式、リアはセミトレーディングアームであったが4代目にはドディオンアクスルになった。トランスアクスルとドディオンアクスルの組み合わせは 1970年代のアルファロメオアルフェッタと同じであるが、ランチアは20年近く先んじて採用している。アウレリアは生産時期によってセリエ1から6まで発展した。最初に登場したアウレリアは B10 と呼ばれるベルリーナであった。排気量 1754cc の V6 エンジンの出力は56バリー機に過ぎなかった。 翌1951年には 1991cc70 馬力の B21 が追加された。この年、2ドアの B20GT クーペも登場した。短縮されたホイールベースに仮装された美しい2ドアクーペボディはカロッツェリアギアのデザイン、ピニファリーナの製造であった。1991cc エンジンは75馬力に、 強化され、進歩的な写真により卓越した運動性能を発揮し、GT カーの基盤を確立した。クーペのエンジンは圧縮比を上げられ、バルブの設計も変更され、排気量は 1991cc のまま80馬力を発揮するようになった。ブレーキの改良、バンパー材質のアルミニウムからクロームメッキされた鉄製への変更、ダッシュボードデザインの刷新も行われた。 ツインキャブレターと専用のカムシャフトで90馬力に強化された B22 ベルリーナも登場した。エンジン排気量が 2451cc に拡大され、クーペのテールデザインが変更されてそのスタイリングが完成の域に達した。リアサスペンションがドディオンアクスルに変更され、ニザオープンモデルの B24 スパイダーが登場した。車体のデザイン、製造は ピニーファリーナの手によるもので GT よりホイールベースがさらに 203mm 短縮されたシャシーを持っていた。またランチアとして初めて左ハンドル車が生産され、台米輸出もこのシリーズから開始された。トランスアクスルのケースが後継のフラミニア同様、分割式に変更されて耐久性が向上し、ドライブシャフトも改良されて、 回転による車体の振動が抑制された。クーペの内装は豪華さを増し、スパイダーのウィンドウスクリーンはラップアラウンド式から通常のデザインに改められ、三角窓や巻き上げ式のサイドウィンドウが与えられ、居住性が向上した。なおベルリーナの生産は1956年で終了し、クーペとスパイダーのみがセリエ6に発展する。エンジンは最高出力を やや抑制して、その分最大トルクを増強し、扱いやすさを改善した。クーペには三角窓が付けられ、クロームのモールディングが追加された。最初の150台を除くスパイダーの燃料タンクは、運転席直後からトランク内に移された。このシリーズを最後に、フラミニアに後を譲り、アウレリアの生産は終了となった。アウレリアは、 合計18,201台生産された。内訳は、ベルリーナ12,786台、B20 クーペが3.871台、B24 スパイダーが761台、他に、シャシーで販売され、カロッツェリアで車体を仮装されたものが783台、あった。ありがとうございます。